ご視聴ありがとうございます。まず高評価ボタンお願いいたします。皆さんにお願い事があってこの動画回しております。仁田さん、皆さんに募集をしたいんですよ、はい、募集っていうのが直近で九州に行くんですね。フレックスって九州にも店舗があって、福岡店と熊本店か、はい、ハイエース熊本店とハイエース福岡店があるんですけれど、ただ店舗紹介するのってすごいつまらないなと思うんです、自分で。店舗でなんか一押しの車両とか聞くのもまあいいんですけれど、在庫速報チャンネルとかもあるし、どうせだったら公式チャンネルっぽいことしたいなっていうふうに思っていて、皆様の気になっていることを自分は代弁したいんですよ。なるほど。アンチフレックス構いませんよ。フレックスにこれ聞きたいけど、ちょっと店舗行くのはこれだけのために聞くのは嫌だなって思ってらっしゃる方は、僕を通じて店舗に聞くみたいな流れを作りたいなっていうふうに思っていて、はい、もう皆さんに質問を募集したいと思います。なるほど。繋がっていたいというところもありますね。繋がっていたい。寂しいんだ、繋がっていて。でも実際に店舗行くまであと3日とか4日しかないんですね、はい、日付はちょっと言えないですけれども、2日間しか店舗で撮影する日がないので、もし皆さんが思っていることあったらこの場に残していただけたらなっていうふうに思ってます。どう、この感覚わかります？仁田さん、非常にわかります。やっぱり直接店舗のスタッフだとかに聞けないっていうところを、はい、ちょっとゴンダを使って、そう聞いてほしいよ。僕を利用してほしいです。はい、ぜひぜひ存分に利用してもらいたいところですね。でこれから店舗行くときは基本的にこのスタイルで行こうかなと思ってます。ざっくりどこの店舗に行くかだけは言うんですけれど、代弁者として聞いていきたいなと思ってます。はい、っていうかもうそういうスタンスでずっと居続けたい。なるほど。僕の存在意義って何なのかなと思ったら、やっぱりそういうところに、何でしょう、僕だったらその立場の人間欲しいんで、社内の人間だけど、何だろう、味方としてはそっちみたいな、分かります？この絶妙な立ち位置。ごめんなさい、分かりません。分かりませんよね、はい、いや立派な話だと思いますよ。お待ちしております。お待ちしております。とりあえず今ロハスミーツにいます。明石どうでした？もう綺麗な街です。3日目ですよ、3日目、はい、すごい綺麗な街っていう印象があります、うん、やっぱ人柄、この地域のお住まいの方たちのすごい柔らかい、うん、優しい印象がすごい突き刺さりましたね。本当にね、みんなカタログ受け取ってくださいますよ、はい、話し方もすごい柔らかくて、うん、住みたいなってもう若干思っちゃったね、うん、すごいいい街ですね。なんか街並みも綺麗だし、インフラも整ってるし、はい、まあ、人も良くて、うん、街も良くて、うん、で食も良くて、うん、ダメなところ探すっていう方がちょっと難しくなってくるような地域だったかな、うん、じゃあまあちょっと脱線したんですけど、そんな感じで皆さんよろしくお願いいたします。毎回これやるんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ仁田さん、オフショットだよ。オフショット、まあ、大体オフだからね。大体オフですからね、イベントの。私はでどこに向かってるかというと、無料開放している櫓。いや多分櫓でしょうね。入れるのかなあれ。明石城市の、まあ、ずっとイベント会場から見えてた両端の櫓のところ一箇所がね入れるっていうんで、これちょっと景色見えるか心配だけど、もう一応一般開放中ですね。こういっぱい公開中ですね、うん、小笠原忠さん、いろいろ書いてあるな、うん、入って大丈夫ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔します。お邪魔します。千葉県です。千葉県、はい、はい、千葉県です。静岡です。静岡県、はい、はい、じゃあお邪魔します。そうですか。お邪魔します。羊猿やぐら、あ、河原じゃない？住み鬼河原。撮影自由って変わってますね。かなりオープンにしてるね。立派なものがたくさんあるのに、うん、いや300円とか500円とか取れますよ ね。シャチホコじゃないですか。大阪城、同じポーズできますよ。仁田さん、ツインテールみたいな。ツインテール、ツインテール知ってる？ウルトラマンの怪獣ウルトラセブンの怪獣、ツインテールみたいな。上登れるの？上はそこに階段あるね。あるんだ。うん、武蔵さんじゃね？宮本武蔵、武蔵さんじゃね？なんでダチみたいな人地元の先輩みたいな。武蔵さんじゃね？これ繰り返すな、繰り返すなって。あ、ちょっと見えるよ。こういうところから弓矢とか鉄砲とかでしょ、ね、こんな上からやられたら刺さるよね。確かに緩くても刺さるよね。へにゃへにゃでも。え、これ登っていいの？あ、いけないですね。立ち入り禁止になってます。まあ、怪我されるからでしょう。うん、急だね。ね。確かにこれは登れんの。うん、まあ、角度の緩い階段作るよりは下広くしようっていう感じなのかな。うん、なんかついてるっすよ。あー、クランプゴムか。うん、滑り止めを多分何年か前は登れたでしょうね。登りづらくするために浅くしてるんですよね。蹴飛ばしてこう侵入防ぎやすいように。あ、そこら辺もやっぱ考えるんだろうかね、うん、なるほどね。確かにこれチョンって押されたらステンコロリンですわ。そうだね、うん、4、5人いっぺんにいけるね。うん、やっつけれるね。散歩が終わりましたね。今で朝の10時半ぐらい、10時半、10時半ぐらいですね。まあ、イベントはもう始まってます。始まってます。はい、いい朝を勝手に迎えちゃったよね。いい朝を勝手に迎えました、うん、もう太極拳とかもやってますからねロハス、ね、いい場所ですよ。このロハスすごくいい場所だね。すごく健康的な場所です。静かに時間が流れている公園だね。憧れるわ本当に